ダンジョンで新たに砂漠のテイトが解放されましたね。砂の爆風が落ちる先、地の底に伝説の都があると伝わる逸話の地。今回は登るのではなく降りる道です。足元にもご注意くださいまし。第8回美食伝食べ歩きツアー、いつまで続くのよこの砂漠。あ、ケルちゃんケルちゃん、見てください、あそこ。あれが伝説のサボテンが自生している縦穴への入り口かしら。地の底まで続いてるっていう。そのようでございます。キャル様がカリン様からお聞きになったという話と特徴も一致しておりますね。どんなサボテンなんですかね。伝説ってくらいですから、ものすごくでっかいとか。キャルちゃん、何か聞いてませんか。なんでも甘い蜜が詰まってて果肉もジューシーで、加工すれば飛躍にもなって、ものすごい美肌効果があるとかないとか。見た目はどんな感じなの？私たちにも見分けられるような特徴ってあるのかしら。丸くてトゲが生えてないサボテンらしいわ。それを目印にしたらいいんじゃない。なるほど、ケルちゃんってば詳しいですね。頼りになります。前はあんなに食べ歩きツアーを嫌がってたのに、今は率先してお役立ち情報まで持ってきてくれて、なんだか泣けてきちゃいました。別に率先してなんかないっての。私はただろくな準備もしないでのこのこ出かけてひどい目に遭うのが嫌なだけで。キャルって照れ隠しをするとき尻尾がゆらゆらするのね。最近わかるようになったわ。そこに気づかれましたか、シフィー様。キャル様のチャームポイントの一つでございますね。眺めているととても心が和みます。そうね、猫みたいで癒されるわ。誰が猫よ。だいたいシフィー、あんただって喜ぶと尻尾ブンブン振るじゃないの。あたしのこと言えないでしょ。そうなの。気づいてなかったわ。恥ずかしい。二人ともとっても可愛いですよ。私もお腹が空いた時は二人の尻尾を眺めて気を紛らわせてます。あんたが言うと食いつかれそうで身の危険を感じるわね。っていうかほら、さっさとサボテン見つけて帰るわよ。こんな暑苦しいとこいつまでもいたくないんだから。はい、それでは参りましょうか。凶暴な魔物が住み着いているかもしれませんし、警戒しつつ進むことにいたしましょう。本当に深いわねこの縦穴。もう地の底に着いたっておかしくないくらい降りたと思うんだけど。ふむ、だんだんと景色が変わってまいりましたね。道すがら遺跡のような建物をいくつか目にしましたが、この辺りは新しい建物が多いような気がいたします。言われてみればそうね。盗賊か何かが根城にしてたのかしら。あ、皆さんあそこ見てください。サボテンっぽいのがたくさん生えてますよ。本当だわ。丸くてトゲがなくて、あれが伝説のサボテンで間違いなさそうね。
やっと見つけました。見るからに美味しそうです。やばいですね。早速お持ち帰りしちゃいましょう。お待ちくださいまし、ペコリーヌ様。何やら地鳴りのような音が近づいてまいります。これは一体。あ、コッコロさん、あれを見て。ゴブリンの群れだわ。ものすごい数ですよ。もしかしてこの縦穴に点在してた建物ってゴブリンが作ったものなんでしょうか。そのようでございますね。私たち気づかぬうちにゴブリンの居城の奥深くへと足を踏み入れていたとは。ちょっと、そんなことよりあいつらサボテンを食べ散らかし始めたわよ。ああ、伝説のサボテンが。武器を構えているゴブリンもいますね。すでに私たちの存在には気づいたようでございます。皆様、戦いの準備を。あれ、コッコロさん、ゴブリンたちがサボテンを抱えてどこか行っちゃったわ。ふむ、これは予想外でございます。戦うよりもサボテンの確保を優先するなんて。よほど美味しいサボテンなのでしょうね。何微笑ましい話みたいにしてんのよ。あいつらサボテン根こそぎ持ってっちゃったじゃない。せっかく見つけたってのに。待ってください、ゴブリンさん。私たちにもそのサボテンちょっとでいいから分けてください。同じ食を愛する者としてせめて話し合いを。ひとまず後を追いましょう。話が通じるかはわからないけど。ダンジョンコインを手に入れましたね。獲得したダンジョンコインはショップで使えます。早速ショップに行ってみましょう。られましたね。半分ぐらいはゴブリンたちが食べてしまったようですが、それでも十分な量でございます。ひひひ、伝説のサボテンがいっぱいです。このままガブッと丸かじりで味見しちゃいましょう。ほらほら、シェフィーちゃんもお一つどうぞ。うん、でも正直ちょっと食べづらいわね。ゴブリンたちが遠巻きにじっとこっちを見てるんだけど。何よ、あんたたちはもう十分食べたでしょ。ゴブリンども美肌効果で肌ツヤツヤになってんじゃないの。ねえみんな、せっかく見つけたこのサボテンだけど、さすがに全部持っていくのは良くないと思うの。え？どうしたのよ急に。その、少し気になったの。この近くの土地には他に食べられるものがないのかもしれないって。ふむ、確かに外は何もない砂漠地帯でしたし、この遺跡の中にもサボテン以外に食べられそうなものは見当たりませんでしたね。私たちにとっては伝説のサボテンでも、ゴブリンたちにとってはこの土地で安定して手に入る数少ない食料なんじゃないかしら。ううそう言われるとゴブリンたちがかわいそうになってきちゃいました。お腹がペコペコで悲しい気持ち、私にはよーくわかります。
というわけで、このサボテンはみんなで分け合いましょう。まずは仲直りの一口です。さあさあ、みんなで一緒に。あ、うん、甘い。ああ、こら、どいつもこいつもがっつくなっての。まったく、ちょっとそこ座んなさい、ゴブリンども。ペコリーヌ、あんたもよ。私もですか？いい？このサボテンはね、加工すれば飛躍にもなるのよ。そもそもこれしか食べるものがないってんなら、どか食いしないでもっとうまいこと活用して。ゴブリンたち、正座して聞き入っておりますね。ペコリーヌ様とキャル様のお気持ちが通じたようです。そうなのかしら。キャルのことを拝んでるゴブリンもいるし、もしかして新しい王様だと思われてない？こら、そこまだ立つな。話の途中でしょ。え、何よこの鉢植え、私たちにくれるっての？わっ、かわいいサボテンですね。でもこの大きさだとちょっと食べ応えがないような。これサボテンの株じゃないかしら。私たちで育てて食べてほしいってことなのかも。お裾分けをいただいてしまいましたね。とはいえ育てるのには時間がかかるでしょうから、蜜を少しだけ採取してシロップにしてパンケーキなどにかけてみるのはいかがでしょう。ちょうどお腹も空いてきたしさ、試しに作ってみない？キャルちゃん、ナイスアイディアです。せっかくですからゴブリンたちとも一緒に食べましょう。お裾分けのお礼ですよ。ふむ、となるとかなりの量が必要でございますね。私、張り切ってお料理いたしますが、よろしければ皆様もお手伝いくださいまし。だそうよ。ほらゴブリンども、あんたたちも手伝いなさい。とびっきりのごちそうにありつきたいならね。今度はゴブリンたちが王冠を持ってきたわ。やっぱりキャル、あなた新しい王様だと思われてるわよ。のシロップが歩き疲れた体に染みるわ。うんうん、コッコロちゃんのパンケーキはもともと絶品ですけど、さらに美味しくなりましたね。3食このパンケーキを食べて暮らしたいぐらいです。そんなのサボテンがいくつあっても足らないでしょうが。シェフィ、そのサボテンの株から目を離しちゃダメよ。いつこいつが丸ごと食べちゃうか分かったもんじゃないんだから。ええ、もちろん。こうして鉢植えを抱っこしてたらなんだか愛着も湧いてきたし大事に育ててあげなくちゃ。ではサボテンのお世話を買って出てくださったシェフィー様にはパンケーキ1枚おまけでございます。いいの？ありがとうママ。じゃなかった、コッコロさん。あーん、シェフィーちゃんずるいですよ。私にもパンケーキのおまけください。サボテンのお世話手伝いますから。サボテンを無事に育てられましたら検討いたしましょう。おまけはその時までお預けでございます。お二人とも頑張ってくださいまし。